第一朗読、人たちの宣教。その日、アグリッパ王とベルニケがフェストスに敬意を表するためにカイサリアに来た。彼らが幾日もそこに滞在していたので、フェストスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリクスが囚人として残っていった男がいます。私がエルサレムに行った時に、祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て、有罪の判決を下すように要求したのです。私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて、原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではないと。それで彼らが連れ立って当地へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席に着き、その男を出廷させるように命令しました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでした。パウロと言い争っている問題は、彼ら自身の宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。しかしパウロは、皇帝陛下の判決を受ける時までここに留めておいてほしいと願い出ましたので、皇帝のもとに護送するまで彼を留めておくように命令しました。神の言葉。
言葉を聞き、これを行う者は神をたたえよ。天にある者よ、神をたたえよ。御旨を行うしもべたちよ、神をたたえよ。心を尽くして神をたたえ、すべての恵みを心に留めよう。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。聖霊はあなた方にすべてを教え、話したことをわからせてくださる。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。ヨハネによる福音。イエスは弟子たちにご自身を表され、食事を共にされた。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは、若い時は自分で帯を締めて、行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると、両手を伸ばして、他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で、神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペトロに、私に従いなさいと言われた。キリストに賛美。